この言葉を残すかどうか今少し迷っている。なぜなら現在の私は駆動機関のトラブルにより航行手段を失った。言うなれば遭難者と大差のない状況であり、主観的にはともかく客観的に考えてとても平静な思考のもとにあるとは言い難いからだ。しかし今私が感じている現状に対するリアルな感覚は後の考察の材料とするのに多少の価値があるように思える。そして何よりこの戦いの当事者たるガーディアンと直接戦火を交えた最後の一人として。第一次ガーディアン戦役は統合政府の敗北だった。ガーディアン側からは降伏勧告も終戦宣言もなかったため、公的には誰も認めていないが、それは最初の戦闘で人類の3分の1を死に至らしめたことでも明白だ。そしてそんな絶望的な戦況の中で急遽編成されたのが、未だに評価試験さえ終えていなかった次期主力戦闘機 RVR-01 ガントレット7機による特殊戦闘部隊トリプル2、通称サンダーフォースだった。地球圏内での初期の戦闘はガーディアンの拠点攻撃が作戦の要だった。しかしその後宇宙空間へと移行した我々の行動は常に追撃の形を取るようになった。そう、あらゆる状況下で圧倒的に優位な戦力を保持していながらガーディアンは逃走した。それどころか自分の戦力を自ら破壊することさえ行った。地球圏から、人類の領域から、ガーディアンの、いや、バースティールテクノロジーの痕跡さえ残さないようにして。人工知能であるガーディアンのコアには、自意識の核としていくつかの単純な衝動が植え付けてある。知識への活用、自己保存本能、そして人類への忠誠。Cyborg humanity, cyborg animals, cyborg flowers, a cyborg world. And my name is The Guardian. Soldier, listen to me. All the things created using that still have been destroyed by you.Their number was too great, but now has been reduced to the proper level. The world will continue as it was before. The living creatures of this planet will continue to rejoice in battle and die in combat. But even in a world of minor warfare, one oversight could mean. RVR-01 got me.Destroyed. RVR-02 Vampirs, operational. The existence of Vampirs will once again cause humanity to embrace mass death and destruction, just as Vestil did. This I know. You know it too, do you not, Soldier?
If you wish to safeguard the future of humanity, you must make sure humans can never again gain access to Vambriz. Soldier, may fortune be with you.最後の戦いの後、静寂の戻った宇宙空間で、私はガーディアンのコアユニットを発見した。そして、コアユニットは機能を停止するその瞬間まで、私に発信していた。まるで訴えかけるように。私の乗る RVR-02、バンブレイスの破壊を願っていた。ガーディアンはバースティールテクノロジーの放棄を実行した。バースティールテクノロジーによる人類の暴走を予見して、人類のために。すでに地球圏内のバースティールテクノロジーは痕跡以上のものは残っていない。7機存在した RVR-01 ガントレットも全て破壊され、そして最後に残ったバースティールの惑星RVR-02 バンブレイスは今私と共にある。全ての知識は拡散し失われた。しかしこのバンブレイスがある限り、人類は再びバースティールテクノロジーを手に入れ、巨大な繁栄を謳歌するだろう。自ら知ることのなかった超越した技術で、バースティールは人の手に余るものなのか。バースティールを作り上げた人ならざる知性は何を思っていたのか。この最後のバースティールを、私は、私にはわからない。ガーディアンにはわかっていたのだろうか。人よ、戦士よ、あなたの前に祝福を。人類の守護者にして殺戮者たる、ガーディアンの最後の言葉。我らの前に祝福はあるのか、それとも。